マ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、ヘイテン君でーす。本日は埼玉県春日部市にあります、内巻夢ランドに来てます。ということでね、ここではね、衝撃のビッグ三連チャンというね、輝かしい功績を残しているお店なんでね、今日も多分、勝てると思うんで、早速、行ってみたいと思います。入店、やってきました内巻夢ランド。それでは早速、店内のデータを見ていきたいと思います。おー、入ってますね。信頼の、ありがとうございます。おー、マジカルハロウィンスリー、そしてオソ番長。おー、サムライスピリッツに金と金。天下風部と風の用心棒。なかなか、ありがとうございますね。なかなか、いいラインナップでございます。ね、時間もないから、パッパ行かないと。おー、ここは、飛王殿、鬼武者、みんな大好き、モンキーターン。みんな大好きミリオンゴット、なかなかね、いいね。こっちはジャグラーコーナーですね。ジャグラーコーナーは今日は置いといて、こっちがジャグラーコーナー。あー、バラエティもいいですね。今日はね、いつもジャグラーばっか売ってるから、ちょっとね、バラエティコーナーとかね、見ていきましょう。ケロットもね、ケロットもあるんですけど、ケロットはね、結構一回売ってるんですよね。今回はね、海も売ってるし、日暮らしも売ってる、怪術も売ってるんで、もうサンダー。なんで今まで打たなかったんだっていうね、このサンダーで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、ユニバさんのダイナミックサンダー、行ってみたいと思います。液晶ないけどね、まあ、今まで打ってない。初打ちだからね。お、時間もね、ないから早速行ってみたいと思います。頼むよ。まあ、目押しがね、ヘイデン君あんま得意じゃないからね。ベレですね。お、スイカだよ。あ、これどっちだっけ。あ、青だ。これでね、光ればいいんだけど。あ、勝ったよ。店は来たね。店は。よかったよかった。店はね。店は頼むぞ。あ、滑ってきたから熱いんじゃない、ちょっと。あ、これ入ってんじゃね、入っちゃったんじゃねこれ。やったあ、やったやった、ウィークだ、やったあ、本当だった、3連で止めたかった。やったウィークマンス、イエーイイエーイイエーイ。かっこいい、音かっこいい、超かっこいいね、お前。まあ下手くそなんですけど、横コーンはなかったら中、ああ、中右ね、適当押しで、ここ、一番下の V を、狙うんだけどね、早かったね。まあ何回でもチャレンジできるから、ああ、終わらなければね。ああ、早いね。下手くそだ。あれ？ああ、これね。これ一回取る。あとは適当。あ、そうだ。あれ、ここ、どこだったっけ？内巻夢ランド？いい店だね。あ、いい店だ。いい店だ。これ、横コーンになったら、通常時と一緒でね。スイカの時は、スイカ。で、かっこいい。お、よし、やりましたー。お、まだ5分あるよということでね、早速1ゲーム連チャンチャンス行ってみたいと思います。1ゲーム連チャンチャンス。あー、なんもなんないね。あ、残念。もう1回ぐらいここは光らしたいね。お、来たよ。あー、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。え？今日クラシックじゃないです。たまには違うの打たないと。たまには違うの打たないと。いただいちゃいました。後でちょっとね。見せ場が。欲しいよ。
まあこのここだよねやっぱね。あんま打ってないからね、わかんないんですけど、まあそこだよね。もう一回。話してくれって言ってね。じゃあ V だとね、あれだからなあ、でこズルリンコ危ねえ危ねえはい終わりということでね。まあでもね、投資50枚だからね、こらいけないでしょ。50枚以上あるんだろう。じゃあ行くよ。じゃあはい、ということでね、コインあるんでね、早速流してみたいと思います。えい。あ、すいません、何枚だ。300枚いけ、あ、いかない。286枚。あ、すいません、ありがとうございます。本日の結果286枚でした。やった。はい、実践終了。やったー。ということでね、今回の閉店くん、ダイナミックサンダーが落ちましてね、投資が50枚の獲得枚数が286枚ということで、プラス236枚でございます。やりました。あざっす。あ、いない、そんなにいなかったちょっと人を多く見せようと思ってねありがとうございます。皆さんの応援のおかげで今日は勝つことができました。ありがとうございます。もうね、この前回、一番最初はですね、ビッグ3回でね、2回目ちょっと負けちゃったけど、今回も50枚で勝っちゃったからね、もう素敵なお店、いいお店だねっていうことで、内巻夢ランドさんの宣伝をちょっとだけ、11月の12、13、同日ですね、ピーマートのダッシュマンの取材が、決定しておりますんでね。もちろんライターさんも来てですね、もう取材をしますんでね。もう取材が入るということはね、さしていただければね。ということでぜひね、ご近くにお住まいの方はね、12、13、そしてね、月末にも何かまたあるかもしれないということでね、内巻夢ランドさんの動きにね、ぜひ注目していただきたいと思いますんでね、メール会に入って。あとはね、P ワールドとかチェックしてですね、ぜひこちら、内巻夢ランドさんに来ちゃってください。今日僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝つよ。